はい、どうも、女子部屋です。女子部屋の管理人さんにお話をいただきまして、今回参加することになりました。頑張って質問に答えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、では女子部屋始まります。名前と年齢とスリーサイズを教えてください。はい、名前は、アイリーです。年齢は、25歳です。スリーサイズと、だいたい、胸は、E カップぐらい。ウエストは、こんな感じ。お尻は、すごく大きいです。父さんのお尻みたいに、すごい大きいです。安産型です。ご自慢できる体のパーツはどこですか？体のコンプレックスを教えてください。自慢できるのは、胸が、巨乳と言われるので、そうかな？うん。優位。はい、怒れます。コンプレックスは、この、低い声と、顔がすごい、でかくて、コンプレックスは、言い出したらキリがないんですけど、エラが張ってるっていうのも、歯並びもすごい、鼻がピタッとしてるっていうのがすごい、コンプレックスです。部屋着について詳しく教えてください。これは、まあ、部屋着っていうか、普段着っぽい。メーカーは、スナイデルっていう、すごい私の好きなブランドの洋服です。ここはね、ちょっと紐が、まあ、これ自分で結ぶんですけど、こうなってて、そう、生地はね、すごい、ふわふわというか、すごい触り心地のいい生地で、で、リボンの長さも自分で調節できたりして、ポンってなってると、腕がパサパサって見えて、かわいい。うん、お気に入りです。1年前ぐらい、一目惚れして買って、これから、ちょくちょく着てますね。夏にも半袖だから着れるし、生地が結構しっかりしてるから、秋とか春にも着れるので、すごい愛用してます。色もかわいい。で、アイリさんの部屋について教えてください。ここは、ベッドなんですけど、このベッドはすごいお気に入りです。デザインがめちゃくちゃ、姫様みたいで可愛い。これはお気に入りの隅っこ暮らし。隅っこ暮らしが大好きで、すごい大きい。なんだろう、このクッション。触り心地がね、あるかな。すごいんです。低反発っていうか、すごい可愛い。これは、買いました。これはお気に入りです。今まで何人の男性と付き合いをしてきましたか？あと経験人数を教えてください。何人かはちょっとね、覚えてないです。数えてない。中学生ぐらい、高校生ぐらいから付き合ってて、どこまでを人数に入れていいのかわかんないけど、付き合って、一ヶ月とか一週間で別れた人も入れていいのか、それ入れちゃうと結構10人ぐらいかな、付き合った人は。経験人数は、どうだろう。6人ぐらい。ごめんなさい、ちょっとあんま覚えてなくて、少ない方か多い方か、わかんなくて。けど、今まで付き合ってきた、中でいろんな人と付き合ってきたんで、あんまり、この人とこの人同じだなっていう人は、いなかったかな。いろんなタイプの人と付き合ってきました。はい。はい。というわけで、女子部屋でした。アイリと友達になってくださる方、チャンネル登録してくれると嬉しいです。あと、質問もお待ちしてますね。